今一番欲しいものは何ですかということで、では発表していただきましょう。では高橋さんから。私から、はい、一番欲しいもの、じゃじゃん、はい、あのタイムスリップできるなら母と同世代になりたいな。なんでなんで、母が、まあ、71になるんですけど、まあ、まだまだまあ元気でいてくれてますけど、やっぱり一番の支えになってくれてるもんですから、ずっと若くいてもらいたいなと。でもしもあの同世代だったらもっといろんなことを共有できるのになっていうことを思うので。お母さんの世代になりたいってこと？逆に、お母さんに若返ってほしい。私もそう思っちゃった。そっか、それもいいけど、あのお母さんを若くしたい。そうですね、びっくりした。まあ、私も70でもいいですけどね。いっぱい生きてきた感じあるから。女子会トークラストも盛り上がってまいりましょう。最後のお題はこんな女は嫌い。続きまして、田川さん。私はね、まあ、女性同士同世代とかはやっぱりこうどっかなんだろうな、このお仕事してるだけにもかかわらず、あのちょっとこう競い合うみたいなところが、結構あると思うんですよね。でそれが、そう、それがすごく嫌で、何にも考えてないのにこう喋ってることを自分の話に持っていくとか、話泥棒さんとか、でいつもその人が中心になるみたいなとか、私が私がみたいなとか、何ですかねあれは。例えば誰？言えない。言えない。でもなんか、平和でいたいなって思うんですよ。だからそういう時にはうわーって思っちゃう。じゃあもう今一人を思い浮かべてなんか言ってるよ。そうですね、なんか気になりますね。優しい人が好きです。この中にいる？いない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 。今日大好き、今日大好きなメンバーです。ありがたいこと。よかったよかった。よく出した。イニシャルは大丈夫ですか？行かないで。